世の中には、絶対に足を踏み入れてはならない場所が存在する。あなたの知らない世界へようこそ。ミステリー調査員のゆっくり霊夢と、マリサだぜ。今回は、宮崎県の絶対に行ってはいけない心霊スポット10選を紹介しますね。テレビのチャンネルを変えるときは反対にしてで通じることで有名な宮崎ね。民放が2局しかないとそういうらしいな。シティがあるの私には全くわからないわ。調子乗るなよ、赤まんじゅう。宮崎は自然豊かで美味しいものもたくさんあるし、何より心霊スポットもすごいんだぞ。なんか無理やり本題に戻したわね。それじゃあそんな宮崎のヤバい場所を教えてくれる？宮崎の恐ろしさを思い知らせてやるぜ、赤まんじゅう。それでは、ゆっくりしていってねー。最初に紹介するのは宮崎で一番怖い心霊スポットと噂されていたホテルアイランドだぜ。なんで過去形なのよ。すでにこの廃墟は解体されてしまったからだぜ。そしてもともとホテルアイランドはホテルになる前は病院だったんだ。結核病院だったとか陸軍病院だったとか言われていますが、とにかくたくさんの人がこの病院で亡くなったそうだぜ。でも、単に病気なら心霊スポットとまでは言われないと思うんだけど。そう思うよな。そう、この建物には謎が多かったんだ。まずホテルの見取り図にはない螺旋階段が実在したそうだぜ。この螺旋階段の奥に手術室があったんだが、この手術室で理不尽にたくさんの人が亡くなったと噂されているぜ。そんな亡くなった方々の怨念が幽霊となり漂っていたそうなんだ。その後、病院は改装工事をし、ラブホテルとして利用されることになったんだ。しかしラブホテルになってからも幽霊や心霊体験は続いてしまうんだぜ。とうとう、経営者が夜逃げをする形で、ホテルはそのまま廃墟となったんだ。なんかすごい複雑な経緯なんだね。ああ、廃墟になった後は心霊スポットとの噂を聞きつけた人たちが肝試しに訪れたり、テレビ番組が取材に訪れたりして、本当に心霊体験が起こったりしたそうだぜ。2005年になって、廃墟になった建物が危険ということで解体されるまで、たくさんの人たちがこの心霊スポットで怖い体験をしているぞ。地元では有名な絶対に行ってはいけない心霊スポットと噂の、青島グリーンパークは、なぜか情報が見当たらない不思議な施設だぜ。情報がないってどういうこと？ここは営業当時は宿泊施設とレジャー施設があったそうなんだが、具体的に、いつ開業されていつ閉鎖されたのかも情報がないんだぜ。現在も廃墟となった建物などはあるが、かなり草に覆われていて当時の面影を見ることはできないんだ。この心霊スポットを探索した人がいるみたいなんだが、事務所らしき建物には、運営当時の資料なども残っていて家具も朽ちているとはいえ、そのまま、夜逃げでもしたのかというような状態だったそうだ。そして、怖い怖いと噂がある心霊スポットなのに、どんな心霊現象があったのか、誰がどんな危険で怖い体験をしたのか、その情報すらないんだよ。そう聞くと余計に怖い感じがするわね。次に紹介するのは宮崎市の海岸に立つ心霊スポットぶっしゃり島だぜ。市は須崎城の城跡が城山公園として整備されているんだ。戦国時代にこちらで武士同士の戦があったらしく、戦で敗れた武士が自害し、怨念が残っているとか、ぶっしゃり島付近で女性の幽霊が目撃されているとか、割と曖昧な噂が多い心霊スポットだぜ。結構曖昧だなぁ。だよな。あと、この近くで一家が亡くなったという廃墟があるという噂もあるんだが、その理由が強盗に襲われて惨殺されたという噂や、一家心中したんだという噂など、この噂もはっきりしていないし、廃墟の場所もわからないんだぜ。とても有名な心霊スポットですが、噂が一人歩きの可能性もありそうなんだ。その反面、こちらは心霊スポットとしても有名なんだが、大変美しい仏像が飾ってあり、ぶっしゃり島だから聖地という人もいるんだぜ。公園だからあまり怖いと思わずに訪れるのが良さそうね。地元ではコツコツトンネルと言われている場所だぜ。ここは宮崎市の国道10号線沿いにある心霊スポット久峰隧道なんだ。隧道って、何？隧道とはトンネルのことを言うんだぜ。ここは1962年に作られたトンネルで、長さは73メートルほどの短いトンネルですが、なぜコツコツトンネルと言われるようになったのかというと、このトンネルの中で車のクラクションを3回鳴らすと幽霊が現れるという噂からだぜ。
その現れ方も色々あってコツコツとハイヒールを鳴らしながら女性の幽霊がやってくるだとか、幽霊がやってきて車の窓ガラスをコツコツと叩くとか、ちょっと曖昧な体験談の噂があるんだ。色々と怖い噂だな。だよな。このトンネルは普段から普通に使われているトンネルだから、心霊体験にトンネルに行くと通行の邪魔になり危険になることもあるから、どうしても行きたい方は邪魔にならないようにしような。宮崎県の綾町にある九州中央山地国定公園の中には日本最大級の照葉樹林帯があるんだぜ。その樹林帯の中にかかっている長さ250メートルもある歩行者専用道路、テルワオ吊り橋が次に紹介する心霊スポットだぜ。歩行者専用の吊り橋としては世界一を誇っているんだ。ほうほう。歩行者専用の世界一の吊り橋は宮崎県にあるのね。ああ。この一帯は綾ユネスコエコパークで、雄大な大自然を満喫できる観光スポットだぜ。高さが142メートルもあり足元もスケスケだから、テルワオ吊り橋から下を見ると本当に怖いんだが、周りは絶景ですので下は水に歩いてみてくれよな。そんな照葉樹林帯自然を一望できるテルワオ吊り橋ですが、その高さゆえ自殺の名所でも有名なところだぜ。自殺者が多いってことは心霊現象が起きるのよね。どんな現象が起きるのかしら。例えば、後ろから声をかけられて振り向くと誰もいないなど、自殺者が現れる心霊スポットとしての噂があるんだぜ。ここは有料の吊り橋で昼間しか行けないんだが、そんな昼間にただでさえ足がすくむほどの危険な高さの吊り橋で心霊体験をするって考えるとめちゃくちゃ恐ろしいよな。星雲橋は道の駅星雲橋にある国道218号の道路だぜ。自然豊かな景色を一望できる有名な観光スポットで素晴らしいところなんだ。そして長さ410ムで国道に架かる橋としては東洋一と言われているぜ。こんな美しい橋なのに心霊スポットなの？ああ、超有名な心霊スポットだぜ。理由としては、この橋の高さゆえ、自殺の名所とも言われているからなんだ。特に自殺者は他県から訪れた人が多いそうだぜ。そして現在は自殺防止柵が設置されているんだ。観光スポットなので人の通りは多いんだが、橋の下を眺めていたら足を掴まれて引っ張られたとか、心霊写真が撮れるとかいろんな危険な体験の噂があるんだぜ。宮崎の日向岬にある日方海岸国定公園はリアス式海岸で有名で、岩が国の天然記念物にも指定されている柱状節理になっているところは馬ヶ瀬と呼ばれているぜ。高さは70メートル、奥行きが200メートルほどある岩壁が大変美しいことで有名なんだ。遊歩道を歩き一番先端にある日向岬展望台まで行くと、何も遮るものがない絶景の太平洋を堪能することができます。近くには馬ヶ瀬茶屋もあり、休憩することができるんだぜ。って、ここまで書くともう霊夢もわかると思うぜ。ん？まさか自殺の名所？そう、自殺の名所だぜ。昼間はたくさんの観光客が訪れますが、夜も自由に入れるところだから、観光客が少なくなった時間帯は目立ちにくいのかもしれないな。心霊スポットとしての噂も多く、近くの駐車場では心霊写真が撮れるとか、行く道の脇の草むらから男性のうめき声が聞こえるなどの噂があるんだぜ。めっちゃ恐ろしい場所なんだな。宮崎の県道377号、日南海岸もある堀切峠だぜ。昔から見渡す限り美しい海の景色が堪能できることで景勝地として有名なところなんだ。フェニックスとも呼ばれ、近くには道の駅フェニックスがあるんだぜ。南国を思わせる観光スポットとして多くの観光客が訪れているんだ。そして桜の季節には海と海の洗濯板と桜が美しいコラボレーションを見せてくれるということで、花見に訪れる人も多いところだぜ。海岸は鬼の洗濯板と呼ばれている波状岩なんだ。洗濯板のようにしましまにでこぼこしているんだぞ。でも、ここも心霊スポットなんでしょ？そうなんだぜ。爽やかな堀切峠も心霊スポットとして有名なんだが、その理由としては、昭和40年代に堀切峠でカーブを曲がり損ねた幼稚園バスが転落。運転手と多数の幼稚園児が全員が亡くなったという痛ましい事故があったことなんだ。悲惨すぎる。で、その廃バスが近くにあるみたいなんだが、場所はわかっていないぜ。しかし夜になると幼稚園児の笑い声が聞こえてくるそうだぜ。突然子供が車の前を横切ることもあるとか、気づいたら車のフロントガラスに子供の手形がついていたという話もあるんだぜ。
めちゃくちゃかわいそうな心霊スポットだね。ああ。お次は日本の滝百選にも選ばれている庄内川の上流にある石の滝だぜ。幅が40メートル、高さが18メートルもある大きな滝で大滝や男滝に女滝と呼ばれている滝があるんだ。さらに滝の上流には凹凸が多数あることで有名だぜ。凹凸って何？凹凸ってのは川岸や川底に石などで削られた丸い穴のことを言うんだぜ。大量にあるのは珍しいため、国の天然記念物に指定されている優美な滝なんだ。でも、ここも心霊スポットなんでしょ？ああ、こちらも心霊スポットとして語られているんだが、理由は少し悲しい話になってしまうんだぜ。昔、この地域で一番の美人と言われていた女性が、領主にお酒をお酌する際、誤ってこぼしてしまい、それを恥じた女性は、杯を持ったまま滝に身を投げたと言い伝えられているんだ。そしてこの女性には恋人がいたんだが、その男性も恋人の死を嘆きながら、いつの間にか姿を消してしまったそうだぜ。そんなことがあってから、明月になると夜に滝から朱塗りの杯が浮かび上がってくるそうなんだ。切ないなぁ。宮崎の日南市にある男鈴山と女鈴山には神話があるんだぜ。男鈴の神が神の国から地上に降りてきたんだが、奥さんが欲しいと思い山作りの神にお願いしたそうだぜ。それじゃあ鈴を鳴らしてと言われ鳴らすと海から船が来て女神が乗っていたそうなんだ。その女神と結ばれ子供ができた時に産湯に浸かったのが小伏せの滝と言われているんだぜ。落差30メートルの美しい滝で、毎年夏の時期の7月下旬から8月中旬にはライトアップもされているぜ。めちゃくちゃ綺麗なこの滝も心霊スポットなんでしょ？ああ、心霊スポットとしての話なんだが、これとは全く関係がないひどい話だぜ。なんだろう、気になるわね。今から約200年ほど前、子供がいる男性と結婚した女性がいたんだが、旦那さんになった人の連れ子が気に入らなかったようだぜ。そこで殺してしまおうとこの滝の上へ連れてきたんだ。そして突き落としてしまったんだぜ。いやあ。そして、この話には続きがあるんだ。なんと、子供が知らないうちに女性の腰紐と自分の腰紐を結んでいたそうだぜ。なので子供を突き落とした勢いで女性も落ちてしまい、二人とも亡くなってしまうんだ。それから子供の幽霊が出るとか、子供を抱いた女性の幽霊が出るなどと噂されているぜ。あまりにも悲惨で残虐すぎるわ。宮崎県の心霊スポットもなかなかパンチ効いてるだろ。この後デートの予定があるから今回は10箇所にしたが、まだ紹介しきれなかった場所もあるので機会があれば紹介するぜ。まんじゅうのくせに生意気にデートなんかしてんじゃないわよ。感想やリクエストなどあれば、気軽にコメントくださいね。オカルトや都市伝説が好きな人は、チャンネル登録してミステリー研究員の一員になってくださいませ。それでは次回も、あなたの知らない不思議な世界をお届けしていきます。ご視聴、ありがとうございました。